英語総合技能訓練法ビデオチュートリアルシリーズ第2部発音第24回シーン14難口外鼻音。本シリーズはサイト英語で悩むあなたのためにで頒布されております電子書籍英語総合技能訓練法の中から第2巻発音をベースにビデオチュートリアル化したものです。前回までのビデオで英語と日本語にまたがっていろいろな鼻音について見てきました。今回これから学ぶ音を含めてまず鼻音の全体像を確認することにしましょう。音の種類として鼻音とは全てに共通して口の中で何らかの閉鎖が起きているため声が口から出ていくことができず鼻から声が出ています。そして口の中の閉鎖が何によってどこで行われるかで様々な音色となります。最も前方で閉鎖を起こすのが M の音で上下の唇が閉じることで口が声から出ていけなくなり声が鼻に抜けることになります。日本語の魔行シーンと同じ音です。 N の音は舌の先端部分が上歯茎に押し当てられることで閉鎖を起こす那行シーンの音でした。小文字 N の左側を引っ張って伸ばしたような記号で表されるのは日本語のにゃ行シーンに現れる音で通常英語には含まれない音素です。この音の場合普通の N の音と違って舌の先端だけでなく舌の前の部分の面が口腔外という上顎の硬い部分に押し当てられて発音されます。そして今回のテーマがこの N の右側を引き伸ばしたような形をした記号で通常 NG というスペルで現れるものです。この音では軟口外という上顎の中央より後ろの柔らかい部分に舌の後部が持ち上がって閉鎖を作ります。この音は日本語のんの異音の一つでもあり前回の解説でも日本語の異音としては取り上げました。そして英語には含まれない日本語特有のんの音として基本となるのが大文字の N をそのまま小さく書いたような記号で表される音で全ての鼻音の中で最も口の奥で発音されるものでしたね。この音は口蓋水つまり俗に言うのどちんこに舌の付け根が持ち上がって閉鎖を作る形となります。このように鼻音は全て声が鼻から出るタイプの音なのですが口の中のどこで何を使って閉鎖を起こすかによっていろいろと異なった音色となります。一つの鼻音だけを習得しようとするよりもこのように閉鎖の位置や方法が異なる他の鼻音と比較しながら見た方がより効果的に正しい発音を習得しやすくなります。あえて日本語のんの異音を含めて英語にはない音まで解説してきたのはそういう意味もあるわけです。 sin、song、ting などに含まれる NG 音は英語にも日本語にもある音で日本語の場合ですと ん が K、G 音の直前に来た時の異音として用いられています。この音は軟口外に舌の後ろ部分が接触して閉鎖を起こし声が鼻から出ていく音です。大文字 N を小さく書いたような記号で表される音は NG 音よりさらに後ろ側の口蓋水に舌の付け根が接触して閉鎖を作りますが英語にはない日本語特有の N の音です。 N という一文字だけを発音した場合やアン、ホンなど単語末尾にんが現れるときこの発音になっています。この音は英語にないため日本人のんの音は英語話者にとっては
その禁止音である NG 音だと聞き取られてしまいます。日本人が日本語にない英語の音素を日本語の中にある近い音に置き換えて聞き取ったり発音したりするのと同じですね。 N 音から K や G の音に移ろうとする場合と NG 音から K、G 音に移ろうとする場合を比べてみると、 N 音では下の前方で閉鎖を起こした後 K、G の破裂では一旦その N による閉鎖を解除してから改めて下の後部を軟口蓋に接触させ直して別の閉鎖から破裂を起こす必要があります。このような音の並びがないわけではありません。一方 NG 音と KG 音の場合、接触点は全く同じです。ですからNG 音で起こした閉鎖を解除することなく、下の位置はそのままで、口蓋水だけを持ち上げ、声の出口を鼻から口に切り替えるだけで発音の連続性が実現されます。このように発音の連続性がよりスムーズなため、日本語のんは KG 音の前では条件異音として、自動的に NG 音で発音されます。英語においても NG 音から KG 音への連続性の良さから非常に多くの単語でこの音の並びが見受けられますが、 N 音が機械的に常に NG 音になるわけではなく、 KG 音の直前でも N 音がそのまま保たれる場合もありますが、これについては後で述べます。次の例では、単語のスペルに NG がなく、N だけでその後に K 音が続いていますが、この N に NG 音が用いられます。これは最も自然な音の流れなので、特別意識しなくても自然に N の部分を NG 音で発音してしまうものです。スペルが N だからといって、律儀に N の音にしなければならないわけではありません。それでは3回ずつ発音しますので、後について練習してください。 Ink 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 Tank 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 Sink Sink SinkPink, pink, pink, think, think, think. K 音の直前でも N が NG に変化しない単語もあります。ただ現実の発音としては非常に微妙です。また concrete などはイギリス英語でコンクリート、N の箇所を NG 音で発音していたりもします。ここでは全てアメリカ英語で N のスペルを N 音で発音します。NG 音との微妙な違いに耳を傾けながら練習してください。コンクリート、コンクリート、コンクリート、インクリース。Increase, increase, incorrect, 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 income, 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 include, include, include.G 音の直前で N 音が NG 音になる例です。スペルとして G は一度しか現れず、それは子音 G として発音され、直前の N を NG 発音します。1回目はゆっくりと音節に緩急を持たせ、2回目と3回目を通常速度で発音します。
Hungry, 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 hunger, 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 English, 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 bilingual, bilingual, bilingual.Hungary, Hungary, Hungary。 空腹のという意味の Hungry は2音節。一方、国名の Hungary は Hungary と3音節で同じ発音ではありません。また、Hungary では G が発音されるのに、シンガポールでは Singapore。であり、スペルの G は NG 音に含まれているという違いがあります。このあたり、明確なルールで区別することはできず、個別に口を鳴らしていくほかはありません。NG 音で単語が終わっている場合の例です。この場合、末尾の G を単独で発音する例はありません。日本語の単語末尾に来る N で代用可能な範囲ですが、このビデオの最初で比較したことを思い出してください。ただの運は、口蓋水に舌の付け根が接触するのに対して、NG 音はそれより前の軟口蓋に舌の後部が接触します。古い日本語には使われていた、んが、んに、ぐ、んげ、ごの子音ですが、末尾に余計な母音を添えてしまわないように注意しましょう。wing, wing, wing, young, 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 thing, 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 song, song.Song, long, long, long. NG というスペルで終わる英単語に由来する外来語については、同じ発音でもカタカナ表記には統一性が見られません。外来語は英語ではなく日本語の一部だと割り切って考えるしかないでしょう。次の例は、NG 部分の発音は全く同じです。ピンポン、ピンポン、ピンポン、ハンコン、ハンコン、ハンコン、キンコン、キンコン、キンコン。もともと NG 音で終わる単語があるところに接尾辞がついたものです。この場合、NG 音はそのまま保たれ、G だけを発音することはありません。Sing, singer, sing, singer, sing, singer, hang, hanger, hang.Hanger, hang, hanger, long, longer, long, longer, long, longer, slang, slangy, slang, slangy, slang, slangy.NG を含む単語の難しいところは、例えば洋服をかけるハンガーはハンガーなのに、空腹を意味するハンガーは第二音節で G が発音されるなどという点です。空腹のハンガーは名詞で、形容詞ハングリーが派生し、ハンガーは
ハングという単語があって、それに ER が接字されたわけではないという違いがあります。最終的には個別に正しい発音を口になじませてしまうしかないでしょう。また、単語の中に NG というスペルがあっても、必ずしもそれを NG 音で読むとは限りません。ステンジー、ステンジー、ステンジー。ロングトゥー、ロングトゥー。Longitude。 ただし Longitude はイギリス英語で Longitude とも発音します。このように NG をスペルに含む語は意外と発音を推測しにくいところがありますので、少しでも不安な時はこまめに辞書で確認するようにしてください。実はこの NG 音にも一応異音があるのですが、少々事情が特殊です。唯一 NG 音の異音と言えるのは、特殊な経緯により NG 音が音節子音となっている場合です。これが発生する条件は非常に限られています。例えば Jack and Kate という単語の並びの場合、一語ずつはっきり発音すれば Jack and Kateですが、意味的重要度の低い接続詞が弱形化すると、まず母音が曖昧母音になります。 Jack and Kate。 さらに弱形化が進むと and の d が脱落し Jack and Kate となります。すると and の音の後を k が追いかけることになるため、 JackAnd と An の N 音が NG 音化します。さらにもっと弱形化が進むと、最終的に Jack and Kate、 Jack and Kate と An の母音まで消失し、子音 NG 音だけが残され、それが音節を作ってしまうということにもなるわけです。これは改めて取り上げる弱形化と絡む音声学的現象による臨時変化なので、 and という単語を辞書で調べても NG 音だけという弱形発音は出ていません。もう一つよく似た例があります。ロックンロールという言葉は完全に外来語として日本語になりきっていますが、もともとは rock andRow であり、それをスタートとして順次弱形化が進むと、まず先ほどの例と同様に and の母音が曖昧母音となり rock and row となり、さらに d が脱落すると rock and row、 そしてやっぱり and の母音も消失して n 音だけが残りますが、今度は N 音の直後を Roll の R の音が追いかける形になります。 N は舌先を上顎につける音ですから、その後に舌先を上顎に触れさせない音である R が連続するのは非常に発音しにくくなります。そのため N が NG 音化して舌先が上顎に触れなくなり Rock and Rollという音にまで変化することがあります。これらの例は知識的に暗記するような代物ではありませんが、このような段階的音変化の結果として NG 音が子音音節を構成する特殊な場合もあり得ることを根拠を持って理解しておくことは大切でしょう。詳細については順序的にまだだいぶ先になりますが、文教生の弱形と強形という単元で改めて学ぶことになります。単語が N 音で終わっているものと NG 音で終わっているものについては、しばしば聞き取りが困難に感じられることがあります。いくつかのミニマルペアを通じて、まずは自分自身が明確な発音区別ができるようになってください。
自分がこれらを区別して発音できるようになると聞こえてくる音声の微妙な違いの識別も上手になってきます。交互に2回ずつ発音しますので、後について練習し、自分でも音の区別をつけるようにしてください。シン、シン、シン、シン。ペン、ペン、ペン、ピン。タン、タン、タン、タン。バン、バン、バン、バン。シン、シン、シン、シン。ウィン、ウィン、ウィン、ウィン。これらは単語単体で聞き比べても識別が難しく感じられますが、現実には文章の中で現れた場合、文脈から判断もつきますし、また後に続く単語との音の連結状態からもはっきりとした違いが認識されます。さて、英語に含まれる鼻音の学習も終え、あと2つの子音の学習を残すだけとなりました。そして体系的な発音学習を通じて、今まで意識していなかった日本語の音にも多くのことを学びました。次回は J の記号で表される口口外接近音というものを学びます。使われる記号は J と同じでも、蛇行子音ではなく IPA では J と区別してヨッドと呼ばれる記号です。どうか一連の IPA を学び終えた後も、むしろそこからが発音学習の本番ですので、さらに高度なレベルを目指して学習を継続してください。